楽器も買って僕たちはバンドを作ったんだ。ベガーズっていうんだ。乞食たち、いつも音楽に飢えている乞食たち。僕たちのバンドは広島では相当に人気があったんだ。でもね、僕の夢はもっともっとでっかかったんだ。秀樹、よく思い切って東京へ出てきたわね。うん、まだ高校生だったし、親父には猛烈に反対された。2階の部屋に閉じ込められて、休日も出してもらえなかった。でもね、3日目にはその隙を狙って抜け出したんだ。東京のあるマネージャーの名刺を1枚握りしめて、ポケットにはほんの少ししかお金がなかったし、ちょっと心細かったけど、でもあの日の脱出が僕の運命を、人生を変えたんだ。閉じ込められた2階の部屋から抜け出した時、閉じ込められた2階の窓から飛び降りた時、俺は夜空に小さな光の星を見た。あの星は俺の星、あの星をつかめ、あの星をつかめ、父よ母よ兄よ姉よ、俺のわがままを許しておくれ。俺は走り始めた光のように、もう止まらない。あの星をつかめ、あの星をつかめ、東京へ向かう容疑者に揺られて、人は夢を見る。東京へ向かう容疑者に疲れて、人は悲しむ。俺は疲れを全く知らない男だった。あの星は俺の星、あの星をつかめ、あの星をつかめ、友よ街よ愛よ歌よ、俺の行く末を見ていておくれ。走り始めた光のように、もう止まらない。あの星をつかめ、あの星を